宮城県仙台二課中学校、高等学校は、宮城県仙台市若林区連坊一丁目にある、県立中学校、高等学校である。通称は、二課あるいは、仙台二課、または、女子校時代の校名を取った、次女、二女校。女子校であった宮城県、第二女子高等学校を前身とし、2010年度に、教学科、校名解消された。 ナンバースクールの一員。宮城県宮城第一高等学校野球男子校のナンバースクールとは異なり、制服が指定されている。女子の制服は全身である、東下学校から引き継がれている濃紺のブレザー。男子の制服は濃紺の学ラン。2010年度からは中高一貫校科と同時に教学化し、名称も宮城県仙台日課中学校、高等学校となった。 若林くれんぼうに校舎が所在するが、2008年度2009年度は、連邦校舎建て替えにより、宮城県第二総合運動場に仮校舎が建てられていた。ユネスコスクール加盟校。2014年度から2019年度にはこれに加え、スーパーグローバルハイスクールにも指定されていた。また2021年度には、東北地方の公立高校で、 初めての国際バカロレア認定校になる見通しである。宮城県仙台三桜高等学校遠隔も参照宮城県第二女子高等学校は2010年度の中高一貫化に伴い教学化され、それに合わせて校名変更がされることになり、校名の公募がされた。2007年6月29日に校内の校名推薦委員会により、 宮城県仙台に課高等学校に決定された。その後、県教委が歌唱として採用、2009年度に正式に決定された。2016年度は東大に8名、京大、東北大などの宮廷大に数十名、国公立に80名弱、総計、マーチに、計数十名が合格している。毎年、南関大学合格者数は、県内でもトップを争う。 本校を含む旧宮城県第一女子高等学校、宮城県第二女子高等学校、宮城県第三女子高等学校特有の風習として部名がある。これは代々から続くしきたり的な風習で、新入生が部活に所属した際に、先輩から部活内部用のあだないコール部名を命名されるというもの。しかし、最近では部名を使わない部活も多い。 カテゴリー、宮城県仙台に課高等学校出身の人物も、参照学校 HP 宮城県第二女子高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。